ヤマルリソウは紫カルリウ族に分類される多年草の一種。和名は山に生育し、瑠璃色の花をつけることに由来し、別名がヤガラ、ヤマウグイス。俗名のオムファローズは中央が王となる文化であることに由来し、へその形をしたという意味。日本の固有種で福島県伊勢の本州、四国、九州に分布する。湿り気のある山地や道端。 半日陰となる木陰に生育する。山野草として苗が市販されている。根醤葉は頭皮心型でロゼット状に広がる。形葉は根醤葉よりも小さく、基部が茎を抱き、上部のものほど小さく、まばらに護生する。茎の高さは7から20センチメートルで数本が、斜めに立ち枝分かれせず、開け出した白い毛が多く、先端に、 直径1から1.5センチメートルの単成紫色の相乗果樹をつける。花期は4から5月で5枚ある花びらの色が薄桃色から薄青色へと変化する。果樹は分岐せず8から17ミリメートルの小花柄があり、花が終わると下に垂れる。額は長さ5から8ミリメートルに大きく伸びる。分けかは円が平坦で長さ約3ミリメートルで、 ガギ状のトゲがなく、ガギ状のトゲが出るものは、変種のトゲやマルリソウ。白い花のものは、白花やマルリソウ。ワスレの花々は忘れな草に似る。ルリソウ族では、イカの種などが知られている。日本では、イカの都道府県で、レッドリストの指定を受けている。土地開発や、園芸採集により絶滅が危惧されている地域がある。ありがとうございます。